ちょっと、あ、まあでもな、そういう意味でここ3人までぐらいまでは湯川さんの中でもなんとなく書けると、でそこに若い女の子が来てっていう感じにしたのかもしれないな。はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、家庭教師のトラコですね、最終話まで見終わりましたんで、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しすることがですね、まあ、ネタバレは少なめですよと、あ、少なめというか、まあ普通ですね。はい、そんな感じで総括になります。で、こちらと、あとはですね、今日ちょっと別件になるんですけど、湯川さんですね、まあ今大御所のね、脚本家さんなんですけど、大体このぐらいの感じになってますよっていうことも含めてちょっと話していこうと思ってます。じゃあまずですね、まあ、こっちからちょっと先行っちゃいますね。今大体そのもうそれこそね、もう皆さん大ヒット作をこう抱えてる脚本家さんですね、平成の時代ぐらいからかな、うん、かと思うんですけど、大体このぐらいの年齢って感じですね。で、みんな大好きな今ね、みんな大好きってこともないけど、まあ一部に熱狂的なファンがあるって言ったら、今現在系で言えば、まあ三谷さんはもちろんね、大河書かれてますし、そうですし、まああと坂本さんですよね、坂本さんおられて、森下恵子さんですね、本格派って感じで、まあ、乃木明子さんがおられるよと。で、まあ工藤官さんもこんな感じ、大体このぐらいの年齢なんですよね。で、まあこの大石静香さんっていうのはもう自分の中ではね、ちょっと化け物みたいな感じのすごい人だなと思って、ちょっと自分の中ではそうなんですけど、あと皆さんが知ってる中だったら、工藤官さんと同じぐらいだと、監察医朝顔を書かれてた根本のんじさんがおられたりとか、橋部敦子さんですよね、うん、橋部敦子さんがこの辺だったかな、さっきちょっと調べた時、大体そのぐらいの感じですというのを踏まえて、湯川和彦さん66で、ちなみに秋元康さんがね、こことここの間ぐらいですよね。ね、年齢いじめとかそういう感じじゃないですからね。大体そういうもんなんだと、うん。そんな感じでちょっとまず思っててくださいっていう感じですね。はい、じゃあ次いきますね。まずこの家庭教師のトラコですね。大雑把に言ったら、子供の頃にあるトラウマを抱えた女性が、とある家庭教師の家族と触れ合うことで、まあ、心を開いていく話。最終話を見ればこういう形の話になったっていう感じですね。ただまあその湯川さんのフックとしては、まずは家庭教師に変な家庭教師がやってきたよっていう話にしといて、でみんな助けていって、まず子供の問題で親の問題ポンポンポンとやった後に、実はね、そんなことじゃないんだと、別に合格させるためにやってんじゃないんだっていう、そのトラコの腹黒い部分というかね、出てきて、そうなのみたいな感じで、まあこの人とこの人がまたちょっと葛藤が生まれたりとかしてっていう、まあそういう感じの話で、最終的には自分がその家庭教師として、まあお金のまあ金づるとして見てなかった人、こちらの方であったり、こちらの家族に助けられて、まあ、トラウマが回復したよと、うん、こんな感じのお話になったと。はい、そんな感じですね。で、それでですね、どうですかね、そう思えばそれだけっちゃそれだけなんですけど、そのこれに関して、その最終話なんかちょっとこうピリッと来なかったっていうのは、やっぱ情報の出し方なのかなと、最終的には。はい、そんな感じで思ったと。だ、まずは例えば、なんだろうな、さっき思ったのは、そのなんか世界のなんかお金の使い方を間違ってるって思ってる主人公ですよね。思ってる主人公が家庭教師、まあ例えばその家族と家族をお金づるにしていくっていう、そういう話と思ってたら、実はそのこの家庭教師の家族に癒されて心を開いちゃったっていう話の方がストレートのような気がするんだよね。だからそのトラウマを抱えて、まあなんかあるんでしょうねっていうのはあったのはあったんだけど、それが多分6、7話とかぐらいですかね、6、7話ぐらいにちょこっと出てきて、でそこから実はこういうのを抱えてたんですよと。もちろんその養護施設の感じではもう早めに出てはいたんですけど、で結局なぜこんなにこのネズトラコさんがこじらせた考えになったかというと、福田くんにその
一緒に養護施設に行った時に福田くんにその自転車にいたずらされて、それを全然知らずに、まあ、自分は不幸な道を歩んでいたと。で福田くんはいいところに入ってそのままぬくぬく暮らしてると、うん、結局それだけっちゃそれだけなんですよね。だからその辺でなんかね、ってちょっとなっちゃった感じになったのかなと自分としては思ってるっていう感じですかね。だからこれこれこうこうしたなんとかがあって、まあここはまあ別にそれはそれでトラウマで別にいいのはいいんだけど、ちょこっと出てきてふわっと終わっちゃった、なんだっけね、日本のお金の使い方が間違ってるみたいなね、個人的なことじゃなくてもうちょっとでかいこと言ってたじゃないか、地球儀回してそっから始めた方がよっぽど危ないやつだしだからそっから行った方がまあでも銃は持たなかったのかな。そういう意味では危ない家庭教師、いつかどっかでつまずくぞと、お母さんたちもバレるかもしれないよ、お母さんね、子供とかにも騙せないかもしれないよっていう感じで行った方がっていうのか、でも連続ドラマとしてはそうだから、まあでもそういう感じにするんだったらもう2時間ぐらいで終わらせちゃうっていう、映画ぐらいで終わらせちゃうとかね、スペシャルドラマぐらいで終わらせちゃうぐらいの題材だったのかなっていう感じはしますね。だからそのシンプルなここの話をするためにこう見せるところで、まあ連続ドラマならではのそのなんか引き伸ばしってこともないけど、まあブロック別に書いていって、まあ視聴者をちょっと裏切ってっていう、この辺は難しいですね。はい、そんなところです。で、良かったところで言えば、もうその1話からもう、1話のやっぱり一番良かったのは、そのエレベーターで、こちらの3人ですね。こちらの3人が、なんだっけ、鉢合わせるシーンの、やっぱこの3人の絵面はものすごい好きぐらいですかね、あとね子役の子とかも頑張ってたしっていう感じにはなるんですけど、まあ基本はこの3人を組ませてっていうところがちょっと好きかなっていう感じでしたっていう感じですね。じゃあまたあと最後でなんかね、やっぱちょっと思ってたのはなんだろう、さすがにちょっとこの湯川和彦さんが書くあれに、まあもともとね、まあ言葉は悪いですけど説教臭いとか、もうなんとかなんとかとか、あとその自分の主張をなんか主人公とかが脇役とかペラペラ喋って進めていくっていう感じになるんですけど、まあそれはそれでなんだろうな、まあその作家さんの味だからね、それはそうなんだけど、なんだろうな、ね、これちょっとまあ男性女性でねちょっと分けてはいるんですけど、なんだろうな、まあ例えばこのお母さん方っているじゃないですか、このお母さん方がまあ一応50歳42歳36歳の設定ですよね。で湯川さんが60歳ぐらいですよね。60歳いったら全部でいったら登場人物と比べたらまあ10歳から35だった、まあ、それでも30歳ぐらい離れてますよね。ちょっとあ、まあでもな、そういう意味でここ3人までぐらいまでは湯川さんの中でもなんとなく書けると、でそこに若い女の子が来てっていう感じにしたのかもしれないな、まあそう思ったらなんか湯川さんとか、まあ、プロデューサーさんはプロデューサーさんなりになんか考えて作ったような感じもするっていう感じですけどね。ただこの書き方でいけるのか、そう思うとこちらに森下さんがいて乃木さんがいてどうなんですかね。実際のところで考えると自分がちょうど50歳ぐらいなんですよね、まあこの辺りの年齢ではあるんですけど、自分が50でもし脚本を書くとして
やっぱ二十歳ぐらいのこのやつって書くの難しくないですか。よっぽど、50だったら20で、まあ、あれ50と20だったら30離れてるのか、30離れてる人のことって書くの難しいし、なんだろうな、その テレビドラマがその取り上げてもらいたいものであったりとか、そのまあ若者、20代の若者、まあをメインに書くとすると、やっぱり年齢高すぎんじゃないかな。簡単に言ったら、向きもするんだよね。だから最もうだから見てる層、まあどのぐらいの層を取りに行ってるのかもしんないのかは分かんないんですけど、なんかそりゃ無理でしょって話がするんだよ。でましてはもうこのぐらいの大御所さんになったらね、まあもちろんまあまあ普通のプライベートでね、お子さん育てたりとか、まあいろいろされたりして、その感じを味わってるとはいえ、やっぱ問題意識も違うし、まあ男性女性でももちろん見え方って違ってくるだろうし、もうちょっとリアルな感じつかからいかないとちょっと厳しいかなっていう感じがしてるっていう感じかな。だから自分の中でも同じ男性の方でも、湯川さんとかでもまあなんとなくわかるんですよ。わかるし、湯川和彦さん自体はものすごい優しい人だし、でなんかとんでもないような設定をつけたりするのもあるけど、どうしてもちょっと設定落ちになりそうな感じがするのと、まあ岡田さんで言ったらちょっとボケてきてるってこともないけど、なんかあんまり書くことがないっていうか、なんだろうな、なんかもうふわ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 してて、ちょっとなんかもう現実味がなさすぎるっていう感じになってるんですよね。で三谷幸喜さん自体はまあちゃんと書いてるんだろうなっていう感じはするけど、まああんまり好みじゃないっていう、それは好みの問題ですね。ただまあ皆さんが面白い面白いって言って見られてるんで、やっぱりすごい方なんだなっていう感じですよね。で北川悦吏子さんがいて、北川悦吏子さんがまあこの前菅野美穂さんのあそこですね、あそこでとんでもない感じになっちゃったと。でもそれはそれで俺は好きだけど、それはなんだろうな、変な意味でもとんでも感っていうこともないですけど、まあそういう意味では野島伸司さんと同じぐらいの年なのかな、浅野太鼓さんっておられますよね。あの方とかももう全然大御所の方なんですけど、恋マジっていうやつなのかな、確かあれですよね、広瀬アリスさんがあれしてた、あれもなんかちょっととんでも感あったじゃないですか。でももともとなんか脚本家さんっていうなんかそういう人だと思ってるから別に問題はないんですけど、そこをゴールデンで勝負してそれでいいのかとか、あとはゴールデンの縛りとかがあっても、逆に言ったらベテランさんって言ったらもう剛腕でねじ伏せてかけてしまうからこそ、もうちょっとなんだろうな、いいフィールドでっていうこともないけどの方がいいのかなと思ったりとか、で自分らで言ったらまあ坂本さんであったりね、工藤勘さんとかはまあなんとなくは書きたいこともわかるしってとこですけど、それでももうちょっともうずれてるよな、俺多分ずれてるよなって感じてるのが普通の人間だと思うんだよね。だからやっぱり20代まあ30代ぐらい、まあ今度富士がね、フジテレビヤングシナリオの人いきなり大抜擢ってことになるけど、ちょっとしていかないとゴールデンに関してはちょっと厳しいかなっていう感じですね。だから野島さんとかも今ゴールデンとかもさ、高嶺の花依頼やってないのかな、やってないけど、なんか逆に裏のなんかその TVer とかで見れるやつで、変なもなんか野島節みたいな、もういいね、変な若い女の子が若い子なんか変な言葉使わせてとか、もうなんかもうずれちゃってんじゃんみたいな、もう言っちゃった人みたいなやつを書いてるし、でもそれはもう裏の方とかでいいと思うんだよね。もう表で書く必要ないし、それでもなんか野島さん
見てたらなんとなく楽しい気もするし皆さんこんなん書いてんだったらずっと若い子のなんかキャンキャンしたのなんか好きなんだなとかね、そうですよね。まあそんな感じの雑談でしたっていうことで、まあ終わりますかね。はい。